近藤勇陣や後地図、近藤勇陣や後は、千葉県流山市にある、新選組局長の近藤勇が、最後に構えた、陣や後。蕎麦、伏見の戦いで官軍に敗れた江戸幕府軍は、江戸に戻ったが、新選組局長の近藤勇は、流山に移って、陣を敷いた。その理由として、合津藩へ向かう途中、散らばった同志を結集して新たな部隊を、 編成するために官軍が手薄であった道を選んだ、などの説もあるが、はっきりした理由は分かっていない。また、当時の流山は、水運業と醸造業が盛んであったからとも言われる。1868年4月2日頃、近藤率いる部隊200人が流山村に入り、光明寺などに分縮したとされる。近藤磯美などを幹部たちは、酒造業を営む。 長岡サブロベ方に陣屋を構えた。翌4月3日に流山は新政府軍により、包囲されたが、最後は、近藤勇が単身投降したために戦闘は起こらなかった。陣屋となった、長岡屋敷は騒動後に経営部長に陥り、屋敷は秋元家に引き継がれた。2011年、敷地内にて、幕末当時の札が発見され、近藤勇の陣屋であった。 長岡屋宅跡であることが確認された。なお、現在敷地内に立つ土蔵は、近藤勇神屋と同時期に建築されたものだが、両者に直接の関係はない。長岡屋敷の建築時期やその構造、解体時期については不明である。近藤勇たちが訪れた時には、蔵があったが、それが長岡屋敷に当たるかは不明である。2011年に、 秋元家当主の秋元工事が敷地内の稲荷祠から発見した幕末当時の札が入れられていた箱の箱書きから長岡屋敷であることが判明した。本陣として使われた建物は現在は取り壊され駐車場となっている。本陣の土台石が現在の土蔵前と休憩スポットに移設され当時の階段が流山博物館に展示されている。現在跡地にある土蔵は 秋元家住宅土蔵である。2018年5月に国登録有形文化財に登録され、また、同年10月に所有者の秋元工事によって流山市に寄贈された。本陣とされた建物は現存しないものの、新選組ファンなどが訪れるなど、流山市の一つの観光地として親しまれている。毎年、4月の第2日曜日になると、流山新選組祭り。 勇気が行われている。ありがとうございます。